The boss machine sauce. Hey, check it. Good vibes only, you know? 高校生の時ですね、いざ始めようと思って、まずレコード買いって、確かコモンのレザレクションだったと思う。当時その時、コモンとか、あとキャンプローとか、フーリオ、それは買ってよくかけてたのを覚えてますね。なんかレゲエのレコードは、オーシャニズムっていう、レゲエとヒップホップ、半々のレコードがヒップホップから。僕の回した後にレゲエが始まるから何かつなぎでレゲエの曲をかけてほしいって言われて、そこで買ったのがビーニマンの Love Me Now っていう12インチのシングル、それはめちゃくちゃ覚えてます。それをかけた時に今まで回してたヒップホップじゃない盛り上がり方を知ったのがすごい覚えてて、すげえこの曲のパワーっていうのを覚えてます。レゲエのお客さんもいっぱいいたから、そこのお客さんに刺さったと思います。その席の、まあ、ニューチューンでプラスこうビーニマンとワイフリップというコンビだったので、でビートは割とヒップホップ寄りなビートだから僕的にはすぐ合わせやすかった。その時にイベントの趣旨には合ってる曲だなって今思うと、そのイベントのヒップホップとレゲエの競争がするところでな。基本的に、まあ、今まで自分が音楽人生を通って携わった人みんなリスペクトしてるなとは思うんですよね。レゲエの場合ってその場にいる人たちみんなをビゴって言ってこう感謝をして始めたり、そういうスタイルがあるんですけど、その通りだな。もちろんファミリー正面の方だったり、清作だったり、サンパブモンスターランキッシュビンクルやってるアーティストとか刺激を毎回受けるし、まあなんて今まで会った人も本当にリスペクトしてますね。ユース・オブ・ルーツみたいな若いアーティストコンビだったり、まあ、すげえなんか伸びしろあるなと思うし、これからのなんかレゲエを背負ってもしかしたらスーパースターになるかも。まあ、あと注目してるアーティストというかこ の, あのミックスに入れようと思ったんですけど、まあ、ちょっと結局入れなかったんですけど、自分の娘が今中1で歌もやってて、うちの娘とかちょっと頑張ってほしいな。今度はあのこれ言っていいですよね、あのインセンスさんのコンピレーション1曲娘と一緒に参加させてもらうことになってて、若い子たちがすごいエネルギー持ってるし未来もあるし、いい手助けができたら嬉しいなみたいな思います、ね、これっすね、風呂銭湯ばっか行ってるんです僕は。一番バイブス上がるんです、風呂かもしれないぐらい。ツアーとかもそうですし、行かせてもらうとまず風呂チェックから始めますから、今世の中的にはサウナがすごいので、サウナ的な方がいっぱいいると思うんですけど、僕の場合は温冷浴派なんですよ。熱い風呂と水風呂交互に入っているスタイル、これがもう最高ですね。ブームというかマイライフ的な感じぐらいまでカレー始めて、やっぱ立ち仕事もすごい増えたんで、まあ疲れるんですよ、やっぱカレー作るみたいな。疲れを取ったりするのが風呂ですね。夜とか飲み行ったりとか、昔はクラブに遊び回ったりしてるけど、今は本当友達と遊ぶのが風呂が多い。ダンスフロアから風呂場に遊ぶな。風呂好き、俺周りすごい多くて、集まるとどこの風呂が良かったみたいな話を永遠とできるんで、やっぱ銭湯のいいところって本当に安い。例えば1時間遊んで、その地域によるんですけど、だいたい400円台1時間満喫して遊べるものってそうないのかな。飲み屋行っても生ビール1杯500円する、それより安いですからね。まあ体と心と財布に優しい風呂遊びです。憧れに近いですかね。レゲエはやっぱジャマイカで、ジャマイカに行くとさらにやっぱレゲエを好きになる。その風土と気候だったり、ジャマイカ人の
人柄、そういうのを見てさらにやっぱレゲエを好きになったし、いつまでもなんか追っかけ続けてる気がしますね。おじさんになってもそういう曲を追いかけてるっていう、なんかそういう文化いいなと思って、やっぱまあ憧れみたいな。なりの音楽活動をしていきたいなっていうと、これのリリースパーティーをやろうと思ってます。本当はね2月中にやる予定だったんですけど、まあ、コロナの影響でちょっと延期したので、いつっていうのがちゃんと決まってないんですけど、春先夏前ぐらいになるのかな。ここに収録してるアーティストを何組か呼んでやっていきたいな、まあ、あと自分の地元が千葉県の君津ってとこなんですけど、まあ、君津が木更津で、野外フェスしばらくできてなかったんで、今年何かしらの形で地元でショットバーティーとか祭りをやろうかなと動き出してる最中です。あとは湘南の風が、2023が20周年なんで、何か近くに聴ければなと。自分が最近作ったものはこれ、サバイブス、サバ缶です。スパイスで煮たサバ缶、魚屋のね、魚幸さんと組んで、作った商品となっています。で、こちらザ・スパイス、これ自分が作ってるミックススパイスですね。10種類ぐらい入ってます。これはもう万能スパイスなんで、これは何に食べても美味しい。あとこれ一押しのこれがチャス、チャスですね。日本茶とスパイスとハーブを混ぜた、あのチャイってあるじゃないですか。チャイは紅茶とスパイスを混ぜたチャイで、僕の場合はこれはお茶とスパイスを混ぜたチャス、チャス、チャス、チャスはやっぱりグッドバイブスジャパニーズで合う。これを飲みながらで言ってほしいです。これをす、今日はあの見てもらってありがとうございます。あのこの CD だったり、まあ、あのバイブスカレーこういう商品とかは下の概要欄に書いてありますので、ぜひ飛んでみてやってください。お願いします。バイブス。